ワールドシリーズ第3戦ヤンキースに4ドジャース2024年10月28日ニューヨーク。写真ヤンキースドジャースチームストアに並ぶジャッジと大家のコラボボブルヘッド人形。撮影沢田明則。ヤンキースは28日、日本時間29日、本拠ヤンキースタジアムでのドジャースとの第3戦に2対4で敗れ、第1戦から3連敗。 2009年以来の世界一奪回へ崖っぷちに立たされた。3番、中堅、で出場したジャッジはこの日も快音が聞かれなかった。初回に空振り三振に倒れると、4回先頭での第2打席は甘く入った変化球を捉えたかに見えたが、バットの先に当たる左皮に倒れた。6回一死一塁では遠ごろに倒れ、8回は死休に終わった。 ジャッジはレギュラーシーズンで58本塁打、144打点の2冠に輝きながら、ポストシーズン、PS、でフシンが続き、ワールドシリーズもこれで12打数1安打、打率083で7三振。自身初のワールドシリーズでチームを勝利に導く打撃はできていない。試合後、アーロン・ブーン監督は、彼はアーロン・ジャッジ。いつも通り取り組み続けて、 この状況から脱することを願っている、とコメント。